スタジオレイン。今日も学校はとっても眠くて辛かったけど、帰るときはこう解放されたって感じがして気分がいいにゃ。ねね、そう思うでしょ？やっぱりそう思うよね。もう授業中なんか眠くって眠くって。授業中も私結構ゴロゴロしてる？してるって、いや、あれが違うにゃ違うにゃ。硬い机の上にどうしても、どうしても突っ伏して寝ちゃうけど、起こされた時に、はぎゃって変な声出しちゃうけど、絶対にゴロゴロできてないにゃ。君だって寝てる時あるでしょ？でも、いつも私とゴロゴロしてる時も、あの私服な感じがないよね。そうそう、ただマイペースというよりかは、やっぱり私以外に原因があると思うんだよね。まあ、とは言っても逃げられないのが悲しい定め。考えても仕方ないんだけどね。あとは、部屋でゴロゴロして、ゴロゴロして。ゴロゴロする。ゴロゴロばっかりだったにゃ。あ、宿題？あ、まあ、そんなのはゆったりして、やる気が出たらやればいいんだよ。だって、帰った後すぐも疲れてるでしょ？あの先生怖いからやんないと？わかってるって。ゴロゴロして、ちょっと進めて、ゴロゴロして、ちょっと進めればすぐ終わるって。あ、それにそれに、お互い違うところをやれば、半分の時間で終わるよ。そしたらいつも通り。別にいつも通りだから変わんなかったね。やっぱり私と君でガンガンこなして、あとはまったりできるから最高だよね。それなら他の友達呼んでやった方がもっと早い？いや、それは別にいいかにゃ。さすがに多すぎるとね、落ち着かないかにゃ。あ、わかってくれる？大好きにゃ。スリースリー。ん？どうかしたの？あ、離れてほしい？やだにゃ、いきなり。ほら、私猫だし、こう、スリスリってしてると落ち着くっていうか、別にいつものことだし。君こそ、本当にいきなりだよ。もうちょっと、距離を？ねえ、本当になんで？今まで全然そんなこと言ってこなかったし、君だって別に嫌そうにしてこなかったよね。私、何がいけないの？なんかした？私何もしてないよね。いや、そもそも、君がいけないんだよ。私が君にスリスリってするの。なんでだと思う？ただ近くにいたいから？君のぬくもりを感じていたいから？それもあるけど、ちょっと違うよね。君についた嫌な女の匂いを消すためだよ。
だから君がこれから一切他の女の匂いをつけなければ。そうにゃ。喋らず、隣にも立たないで、ちょっとでも近くにいたいかなって思ったらすぐに私のところに来て、匂いを消させてくれたらいいかにゃ。ね、いいでしょ？どうしたの？そんな怖い顔して。幼なじみにする顔じゃないよね。でも、逃げ出さないのは賢いね。逃げたって、私の足には絶対勝てないってわかってるもんね。でも、はい、はいって言ってくれないの。悲しい。ほら、力だって私の方が上。なのに君はいっつもいっつも私の匂いをすぐ消しちゃうんだ。やだやだ。君は私の幼なじみで私の好きなことをいっつもしてくれたはずなのに。やだ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 。ここのところずっとずっとずっと嫌な匂いばっかりして、私の幼なじみだよね。私の群れなのに、他の女の匂いがついてるのって。あれ？抵抗しないんだね。あ、気絶してる。頭打っちゃったかな。でも、血も出てないし、ちゃんと生きてるから大丈夫かな。私は悪くない。君が悪いんだよ。君が悪いんだ。私が教えてあげなくちゃ。教えてあげないといけないんだから。スリー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 。起きたかにゃ。どう、大丈夫？強く頭を打っちゃったみたいだったから。でもちゃんと目を覚ましてくれてよかった。手足？縛ってるよ。君の力じゃ解けないでしょ。だからいいんだよ。解いてほしい？解いてほしい？ダメ。そもそもなんで気絶したか覚えてる？君が臭くて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 、私の匂いが少しもしないからだよ。私と一番一緒にいるはずなのに。おかしいよね。おかしいと思うよね。だからね、君にいろいろ教えてあげようかなーって。縄張りってわかるかな？もうね、ちゃんと意識させなきゃなって思って。君だっていろんなところに気ままに行ってるようじゃダメだよ。しっかり、誰が群れの長なのか。匂いをたっぷりつけて主張しないとね。群れのものは私のもの。君は、私のものだから。さっきは曖昧なこと言ってごめんね。匂いをつけられるだけじゃよくわからなかったよね。君は人だから、なんとなくわかりづらいもんね。わからず屋な君でも、
きちんとわかるようにしてあげるから。スリースリーにゃいにゃり、汚い匂いは私の匂いで上書きして、ちゃんと群れで馴染めるようにしないといじめられちゃうよ。どんな風にって、なんで他のメスの匂いがするんだよって体中噛みつかれたり、一日中汚れた匂いをスリスリして落としたり、こうやって拘束されたり。でも、もう結構君から私の匂いがするから、今は私はご機嫌かな。もう拘束を外してもいいかもってちょっと思ったけど、やっぱり、すぐまた変な匂いつけてきたら気分悪くなっちゃうよね。それはさすがに嫌だし、せっかく君にいろいろ教えてあげて、ちゃんと私の幼なじみっていう自覚をしてもらわないと。ね。はぁ。まずはどうしようかな。ちゃんと私の言うことを聞いてほしいから。じゃあ耳かきして、お耳の通りを良くしようにゃ。ちょっと心配？なんでかな。私の幼馴染で、群れの一員なら、にゃーんにも気にすることないはずだよ。そうだよね、そうだよね。あるはずないもんね。じゃあ、まずは、右耳からやってこう。頭は、私の膝を枕にして、ちょっと高めにしてね。はい、オッケー。よしよし。おー。またたまってきてる。ダメだよ。ちゃんと掃除しないと。まあ、毛づくろいくらいやりがいがあっていいけどね。こうやっておとなしく耳かきされて、私と気持ちよーくダラダラしてくれればよかったのに。お外ではやっぱり敵が多くて、縄張り争いも大変だよ。はぁ、あ。学校での友達付き合いも、立ち回りもすっごく大変なんだよ。友達って感じで一緒にとりあえずは過ごしてるけど、なんか、なんとなーく居心地が微妙だし、文字通り鼻につくというか、すごい匂いだし、自分のテリトリーも匂いも安らげる場所もなーにもなくって、リラックスできる場所が、硬い机の上だけ。今は屋上とか出て日向ぼっこできないしね。なんとか頑張って寝て、現実逃避して過ごすっていうね。だから、君と一緒に帰って、のんびりする時間が、
もうこの上の子大好き。なんだけどな、君からも臭い匂いがするんだもん。君とゴロゴロしてたいのに家まで持ってこられたら。だからちゃんと匂いをつけ直して、スリスリして、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 毎日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 。でも君は何とも思ってなかったのかな。やっぱりこうやってのんびり時間が過ぎるのいいにゃ。二人きり、お互いに近くにいてもにゃーにも気にする必要がない時間。でも、君がいないと落ち着かなくなっちゃったにゃ。私をのんびりさせてくれて、いつでも好きに甘えさせてくれて、させてくれて、心が許せる存在、どこかにいないかにゃ。いないのかな。いなくなっちゃったら寂しいにゃ。いつも一人で孤独なのは嫌だにゃ。しっかり捕まえとかなきゃ。私がスリスリしてて、ちょっと鬱陶しいなって思ったからあんなこと言ったんだよね。なら、食べちゃおう。猫科のもっと大きなライオンとかは、君のこと食べちゃうもんね。私はしないと思う。ふふ。最後のお楽しみはどっとこう。本当に最後になっちゃうからね。これで右耳は綺麗になったかな。どう？なんか違和感とかある？え？さっきの私とまるで違う？そんなこと気にしてるんだ。もう少し物足りないのかにゃ。あ、晩天忘れてたにゃ。これだよね、足りなかったのは。じゃあゴソゴソしてくよ。ふわふわしていいでしょ。スリ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 って気持ちいい。そっか、よかった。私のスリスリはこれが気持ちいいなら、いつもやってる私のも気持ちいい、大好きって言うはずじゃない？ねえ。
何？今度からちゃんと好きって言ってくれる？でも次はそれだけじゃ足りないな。何が欲しいかわかんない？心配しなくても大丈夫だよ。これが終わったら何をしてほしいのか自然とわかるようになるからね。私も楽しみだよ。おしまい。もっと？そう言ってくれるのは嬉しいけど、パンテンのスリスリの方が好きって言われたら、もうわけわかんなくなっちゃうから。代わりにっていうか、そっちの方が本来だけど、私のこと、もっと好きになってくれるように。すごいビクって、そんなに気持ちよかった？言わなくていいよ、可愛かったから。じゃあ次は左コロンってして、とこっちもまあ同じ感じ。じゃあ早速毛づくろいならぬ耳つくろいするね。お？ちょっと強い？やーっと気づいてくれたんだ。他には何か感じる？私が考えてること、私が思ってること。たいそってこと？君なら痛いって思ったり、まさかしないよね。好き好きって伝わってるよね。嬉しいよね。だってこんなに君に伝わりやすくしてるんだから。普段の私は絶対言わないけど、君は鈍感で恥ずかしがり屋さんだしね。少しあれって思ったりしてる？あ、やっぱりちょっとしてそうだね。ほら、君はこんなに気持ちいいことされて優しくされてるよね。でも、にゃんで縛られてるのかにゃ。そうでしょ？なんでなんでって思ったりしない？忘れてるよね、理由。私のスリスリを拒むから。これからはどんなに近くても素直に受け入れられるようにするんだよ。そしたら、この先はうざくなったり、嫌だなーって感じなくなるでしょ？それが普通で当たり前で、ずーっと触れ合って生きていけるもんね。私は君と一緒じゃないと、もう生きていけないの？だから、君にも一緒じゃなきゃ生きていけなくなくしてあげる。私がいないと胸にぽっかり穴が開いたみたいで、ちょっと高めの体温が恋しくって、ふわふわの毛並みが欲しくなっちゃうように。
ここ気持ちいい？そうだよね。そうだよね。私しか知らない君のいいとこ。私にちゃんと甘えてくれれば、君の好きなこと、いっぱいしてあげるのに。他の女の匂いをつけるなんて、浮気だよね。浮気って、ひどい、よね。そしたら、君はどうすればいいのかな？極力女の子に近づかないし、喋りもしない。でも、どうしても喋っちゃったら、私のところにすぐにおいで。大丈夫。何にも言わなくても、私ならすぐわかるから。黙って、私を抱きしめて匂いを上書きしに来て。そしたら、帰るときには、二人とも幸せ気分でいられるでしょ？それなら浮気じゃないし、どうしてもしょうがないときがあるもんね。でも、恥ずかしがったり、めんどくさがったりして、放置してたら、ひどいな。今まで、君はそういうことをしてたんだよ。でも、これから気をつけてくれたら、二人で長くゴロゴロできるね。でしょ？わざわざ手放したりしたくないよね。だからこれからも仲良く過ごしたいよね。よろしい。じゃあ次は愛情を込めて。触ってこないけど、私の髪とか、このお耳とか、なでなでしてくれていいんだからね。むしろしてほしいっていうか、この梵天、いや、この梵天以上にふわふわな自信あるし、毎日毎日なでてほしいな。やって。まあでも、嫌な匂いをつけられたままで撫でられるのも尺だし、これからだね。私といることに慣れたでしょ？ドキドキしたり、心臓がうるさいって感じじゃなくて、一緒にいて安心する、一緒にいると心が安らぐって感じ。前まではちょっとぎこちなかったもんね。他の女とは違うでしょ。何が違うのかは、もうわかるよね。もうすっかり群れの一員だね。
私の手で綺麗にできたね。満足そうで私も嬉しい。あ、でも最後の仕上げに、ここでも私で染まるように、私と同じだね。これからはふわーって二人で一緒の匂いに包まれて、明日になったらちゃんと解放しておけるから、一緒に投稿しようね。私は、眠くなっちゃった。私の香りで染まってくれたから安心して眠くなっちゃったにゃ。にゃふふ。ぎゅうぎゅう。まあ絶対変な匂いにさせないからね。ごめんね。きっと君も悩んでたよね。臭くて変な判断してわけわかんなくなっちゃってたよね。でも明日からは私が責任持ってずっと包んであげる。だって君はもう私の群れの一員なんだもんね。困った時は私を頼って、君がちゃんと約束を守ってくれれば守ってあげる。代わりに私のスリスリを受け入れて。一緒にいるときは体のどこかで触れ合って、二人で一緒、ずーっと一緒。できるだけじゃなくて絶対いつも一緒にいて、スリスリーして二人だけでのんびりして、君だけの女の子は私だけ、彼女は私だけ。他の人なんかと喋ったり楽しそうにしたり仲良くしたりする必要なんてないよね。わかってくれて嬉しいにゃ。これでもう私のもの、私だけのもの。おやすみ。